3、2、1、0。2月6日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きだから昆布屋やってます、店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布でーす。2月6日、今日は海苔の日だそうです。ところで、海苔ってなんだっけ？神様お願いします。それは、胃海苔。わかった！会社買収、それは、乗っ取り。そんなことは、どうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。お供え、即用、志のご注文が増えてます。法事、ギフトはお任せください。巻き寿司、乾燥塩昆布仕上げ。分厚い乾燥塩昆布を料理バサミで細かく刻んで巻き寿司と一緒に食べます。今日は鉄火巻きときゅうり巻き。個人的には鉄火巻きにとてもよく合うと思います。大好きです。神もおりできたらいいのにね。